駒場あごら劇場は、京王井の頭線駒場東大前駅より徒歩3分、商店街の中に位置しています。1階にはロビーがあり、階段を上って2階の劇場へ入ります。劇場内はコンクリート床のフラットな空間で、平台と箱馬を使って自由に舞台や客席を組むことができます。劇場内の広さは横幅約7メートル、奥行き約10メートル、高さ 4.3 メートルです。組み替えができる仮設客席が設置されており、客席入り口側に組んだ場合の舞台の広さは横幅約7メートル、奥行き約5メートルです。客席を組み替えることによって花道を作ったり、対面や横長といった変則的な客席を作ることができます。床に敷く備品として客席と同じ色のグレーパンチ、黒パンチ、リノリウムを用意しています。また平台と箱馬を使って舞台面を底上げすることができます。舞台下手奥に1階の楽屋へ通じる奈落階段があります。上手には搬入用の大扉と出はけ用の小扉、エレベーターがあります。どの扉も外の階段を経由して楽屋へアクセスすることができます。3階の倉庫はシャッターを開けて舞台の一部として利用することもできます。調光室は3階にあります。客席入り口側に張り出しており、舞台と空間を共有しています。現状復帰していただければ、どのように使っていただいても構いません。駒場あごら劇場ではラインナップ募集を行い、芸術総監督の平田織座とプログラムオフィサーにより年間のプログラムを選定しております。空き状況に合わせての貸し出しを行っておりませんので、ラインナップ募集の時期にお申し込みください。皆様のご応募をお待ちしております。